まあ忍者にもいろいろございましてね、刀は帯に刺して使うので腰から離さないように、一目で忍者とバレる格好はしない。よろしくお願いします。ワイドです。またディスコードアドバイスシリーズです。はい。で今回はあのアニメイテッド T ドットさんの絵ですね、基本のアドバイスください書いてあります。でパッと見てどうですか。やろうとしてることは分かるけど、ちょっと方向性が、ね、そうですね、間違っちゃったかな。もしかしたらまっすぐにカメラに向いてるように描こうとしてたのかな、うん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 。でも多分大事なのがその剣を見せることもあって、そう、これも見せたい、あれも見せたいってやっていくとちょっと、ね、そうですね、そうですね、そうなりますね。隠れててもあのそれらしく見せる練習をしといた方がいいかなって。じゃあ軽くなんか隣とか上で書いてもらえますか。そうですね。じゃあ最初は目線を少し下に向いてるよ。まあこのポーズを考えると正面を向くよりはちょっと前傾姿勢だから。あ、でキャラの右腕がもう少し前に来るように。実際ポーズを取ってみると分かると思うんですけど、まあこんな感じだよねって。そしてアニメイテッドドットさんが見せたかった左の足と剣はどうなりますか。今日の井さんが書いてるのが左足が少しオリジナルより下に下がってます。両方足は直接向いてるように。さっきの描いた足と何が変わりました？そうですね、まあこの正面でパースをつけて描くのがちょっと面倒なんで、うん、探ってるところですよね、こういう時って、うん。で、右腕が前に来てるし、左の腕が少し後ろに行ってるから体を合わせて少し角度をつける、うん。忍者は剣な、こういう長い刀とか持ってたんですか、うん。まあ忍者にもいろいろございましてね。まあ戦国時代と呼ばれるあの戦争に明け暮れてた時代はそういう武器とかも使ってたんですけど、うん、身軽な方がいいから あまり長い刀は持ってなかったと思うし、うん、この前の動画で忍者っていうものは石投げてましたっていう話ありましたね。あ、そうですね。まあ戦国時代と呼ばれる、まあ、戦争ばっかりやってた時代が過ぎて、うん、まあ、江戸時代と呼ばれる結構平和な時期になると忍者っていうのはまあ武器は持ってなくて、まあ鉄自体が高価だから巻き菱とかそんなね高価な鉄を使い捨ての武器には使ってなかった、うん。っていうし、一目で忍者とバレる格好はしない。そうね、バレたらちょっとアウトだね。まあ、そして服を着せる。そうですね、まあラフでこんな感じかな、うん。
それは鉢巻きから伸びるところですか。頭巾、このマスク、あ、頭全体を。あ、そうだ。いや、これも想像ですよ。もうこの黒装束がお決まりですけど、これ自体がもう想像の産物ですから、うん、あの小説の挿絵ってあるじゃないですか。あの小説の中の1枚の挿絵が元でこれが作られたわけですよ。実際はこんな格好をした江戸時代の忍者はいない。まあポーズとしてはこんな感じなんですかね。はい、ありがとうございます。比較級しましょう。はい、元の絵はこんな感じです。忍者キャラが、まあ、前に走りながら剣を用意するようなポーズでした。で、日野井さんが描いてもらった絵はこんな感じでした。なんかダンスみたいな角度をつけて足を上げるより多分自然に走ってるように描こうとしていましたね。こうやってまっすぐに来ているように、これは私でも正面で描いたら足の形が見せられなくて緊張しますね、うん、でも実はこういう風に前に来て結構丸い形になってるんだけど、その下にその足が見えてて、これは足だってみんな認めてくれるですね。その剣の短い刀が本当はブレードのところが見れなくても多分、まあ、忍者だから剣と分かりますよね。もう刀の柄しか見えてませんけど、まあ長い刀であってもこれはこれでね、隠れてるんで OK。 うんうん、刀は帯に刺して使うので腰から離さないように。ああそうですね、うん、帯に直接こういう風に刺してるわけなんだ、ね、うん、はあ、侍もこう出したんですか ね、 ですね。じゃあ別に歯を上の方に向けて刺してるんですけど、こう、そうそうそう、はあ、その方が引きにくい、安いんですよ。あ、そうなんですか。なんでですか。逆に、うん、やってみれば分かりますよ。まあ元の A はこういう風に、そう、同じ風に描いてましたね。そうですね、体のプロポーション的に別に間違いは特になかったんですね、うん、そのポーズを説得力上げようと思ってこういう風になったんだけど、やっぱり正面だけでも十分形が分かるようになってます。気になってるところが角度ですね。実はこの腕が前に来ているし、でこの肩は後ろに行ってるし、こういう風に回転してるからやっぱ体がそうある程度こういう角度、まあ実際そういう風になっちゃいますからね、うん、そういうポーズをしようとすると、うん、そうね、やっぱり自分でやってみた方が分かりやすくなりますね、うん、平井さんはプロだから多分自然に描けてるんだけど、私もこういうポーズを描こうとしたら左から見ると実は体が曲がっているんですよね。ちょっと前傾姿勢ですよね。なのでこの大きさが普通に立つよりもちょっと小さくなってて、どうやってそれを表現しましたか。まあプロポーションを書いてそれに服を着せていけば、なんとなく私がこういうポーズ書こうとしたらこれよりも結局こういうようになっちゃいます。これを防ぐために何かアドバイスとかありますか。理屈にのっとってやって書いていけばそれっぽい体になるから、うん、ってことですかね、うん、その前に傾いてる見えるために多分頭が体こうなっているよりもこうなってますね。そうすると、うん、キャメラがここにあって肩が高いところに来てるように見えますね、うん、このアニメテッドドットさんがそれを描こうとして、うん、でもまあそれを意識して描かれてるようには見えるから、あとはね、あの肩の位置とか、うん、これ調節すれば全然良くなると思うんで、うんうん、じゃあ最後にアニメーテッドドットさんに何かワンポイントアドバイスとかありますか。とりあえずあの正面で折り曲げた足とかめちゃくちゃ描きづらいと思うんですけど、そういうところ練習すると良くなりますよ。ありがとうございます、はいはい、じゃあぜひ皆さんディスコードアドバイスシリーズ他の動画いっぱいあるのでぜひ見てください。あとはチャンネル登録お願いします。そして自分でもディスコードに入ってアドバイス欲しかったら絵を投稿してください。じゃあバイバイ。お達者でー。